クリスマスキャロルチャールズ・ディケンズ前回の続きからですああ、あのな、スクルージは精霊を振り返ったどうやらそろそろ時間だななぜだかは知らないが私にはわかるのだよ それで一つ頼みがある。さっきあそこで死んでいたのは誰なのか聞かせてくれないかまだ見ぬクリスマスの霊は再びスクルージを商業地区に連れ出した展開する情景は未来に違いなかったが時間は後先で順を追ってはいずスクルージの明日の姿はどこにもなかった精霊は 乙女に応じるまでのこととばかり、ひたすら先を急いだ。やがてスクルージは足取りが重くなった。この裏通りに私の事務所がある。長いことここでやってきたのだよ。ああ、あれだ。近い将来、私がどうなっているか、ちょっと覗いてみたい。精霊は立ち止まったが、指さす方向は別だった。 私のところはあそこだスクルージは声をとがらせた何だってそっちを指さすね冷然として指の向きは変わらなかったスクルージは小走りに歩道をまたいで窓からのぞき込んだ事務所は事務所でも自分の場所ではなかった 各備品が様変わりしてデスクには見知らぬ男が座っている精霊はあらぬ方を指さしたままだったそこにいたはずの自分はどうしてどこへ消えたのか首をかしげながらスクウュージはまた精霊の後に続いたほどなく鉄の門に浮き当たった 何やら嘘寒いものが身内にわだかまった門をくぐるとそこは教会墓地だったこの地下にこれからその名を知るであろう惨めな男が眠っているということかなんと大した場所ではないかせせこましく町屋に囲まれて草ぼうぼうの空き地と変わらずそれも今は枯れ果てて あたりに生命の気配もない供養台に食ってこえ太った死者たちをくればかまわず飲み込んでこの上墓を掘ろうにももういっぱいで飽きがないいやはや大変な場所である精霊はその中に立って一気の墓を指さしたスクルージは震えながら近づいた。 精霊はそれまでと変わらなかったが、隣前とした姿に新たな意味を読み取って、スクルージは恐怖した。そこへ行く前に、一つ答えてくれないか、これはきっとこうなるという行き先のありさまか、それともこうなるかもしれないという仮の見立てに過ぎないことか。精霊は相変わらず、 足元の墓石を指さしたきり道どぎもしなかった人の振る舞いはそのままにしていれば必ず行く末を指し示すスクルージは言っただが振る舞いを変えれば行き着くところもまた変わるこうして何やかやと見せるのはそれを独身させるためだと言ってくれ 精霊は一家な動こうとしなかった。スクルージはおどおどと進み出ると精霊の指さす先をたどって無縁の墓に刻まれた名を読んだ。エベニザースクルージじゃあ、あそこで死んでいたあれは、この私か膝から崩れ折れてスクルージは叫んだ。 精霊は向き直ってスクルージを指差し、すぐまたその指を墓石に戻した「よしてくれそれはない嫌だ嫌だ」いやだ指先は墓石に向いたままだった「頼む」スクルージは刻意にすがりついた「聞いてくれ私はこれまでと違う」 こうして会わなければ、成ひどい人間とはわけが違うんだもはやまるで望みがないのならどうしてこんなところを見せつけるここで初めて精霊の手はかすかに揺れた「親切は痛いほどよく分かっているよ」スクルージュは精霊の前にひれ伏して泣きすがった。 その善意の心根が私を憐れんで見捨てまいとしているではないか。生き方を変えればこんなことにはならない。この先まだまだ私にも望みがあると言ってくれ。精霊の手はアイリンに震えた。これからはクリスマスを祝う心を年中忘れないようにしよう。過去、現在、未来。 三世を生きる好みにクリスマスの霊は宿る三霊の教えは決して忘れないああこの墓石のこの名前この手で拭い去ることがきっとできると言ってくれ思い余ってスクルージは精霊の手をつかんだ精霊は振りほどこうとしたがスクルージも必死だったとはいえ 力ではかなわない。何としても運命を変えたいと祈る思いでぼろ手を上げるとたんに極意はしなびるように小さくすぼんで精霊はベッドの柱に吸い込まれた第五節大精霊はベッドの柱に吸い込まれた。 スクルージが寝ている自分の部屋の自分のベッドの柱であるそれのみか何よりも嬉しいことにこの先は償いのためにたっぷり時間を許されていた過去現在未来スクルージは羽を起きて最善の言葉を繰り返した「三世を生きる好みに クリスマスマの霊は宿る「おジェイコブ・マーリーここに神とクリスマスの時効をたたえようこれは私の切なる祈りだジェイコブこの通り心から祈っているぞ」。こみ上げる歓喜に胸がいっぱいで満足に声も出なかった精霊の袖にすがって激しく泣いた涙で頬は濡れていた。 引きちぎった跡はない。ベッドのカーテンをたぐり寄せてスクルージは言った「ひっぺかされてはいないし輪っかも無事だ」「カーテンはここにある私はここだ」「してみると行き先の原影は打ち払えるということか」「うんそうだそうに違いない」 その間、スクルージは片時も手を休めず着ているものを裏返し逆さにかぶり引き絞り金繰り捨てめったやたらにおみしだいた「どうしたらいいんだ?」のけぞって笑うと同時に声を上げて泣き靴下を頭に巻きつけたところは蛇に絡まれたトロイの妻子ラオコーンにそっくりだった。 体は羽のように軽い天使のように幸福ではしゃぐ心は子供と同じだああ目が回るどこの誰だかメリークリスマス世の中みんなへ新年おめでとうああスクルージは居へ駆け込むと息を切らせて立ち尽くしたオートミールがの鍋がある。 思わず声に出すと室内のあれこれを指差しながら暖炉の前を行き来したジェイクブ・マーリーの亡霊が入ってきたドアはそこだその隅に現在のクリスマスの霊が座っていたあの窓からさまよう亡霊の群れを見た「うんそうかよしみんな本当に会ったことだな」。ははは。 何年も運動らしい運動をしていない老人にしては実に爽快な高笑いだった長い長い鑑賞の列を率いる笑いの元祖とも言うべきか今日が月のうちの何日かわからないスクルージは言ったどれだけの時間精霊たちといたのか見当もつかない これでは何も知れない赤ん坊と同じだがいいではないか何構うものか赤ん坊でたくさんだはははここかしこの教会で打ち鳴らす鐘がかつてない音色で坊賀の境を断ち切ったゴーンゴーン 心よい鐘の音、この響き。窓に走って身を乗り出した。霧ももやもガラリと晴れて、空は青く澄み渡り、寒風は頬をなぶって血が騒ぐほどである。日輪は金、無辺の天。胸もすく新鮮な空気。鳴り渡る鐘の声。なんとこの世の晴れやかさ。 今日は何日だ。スクルージは窓の下をたまたまあてもなく通りかかった。晴れ着姿の少年に呼びかけた。え?。少年はきょとんと窓を見上げた。今日は何の日か、聞いてるんだ坊や。何の日って、今日はクリスマスじゃないか。クリスマス。 スクルージは胸の内で叫んだ間に合った精霊は一晩であれだけのことをしてくれたかこうと思えば何であれ意のままになるそこが精霊のありがたいところだああそうだともなあ坊やはいこの通りから一筋置いた向こうの角の取り柄はわかるか ああ、あそこ知ってるよ。いい子だスクルージは言った「賢い賢いあの店先にとびきり上等の七面鳥がぶら下がっていたんだがもう売れてしまったかどうかわかるかな小さいのじゃない大きいほうだあの僕と同じくらいでっかいやつ?う」。お頭のいい子だ。 これなら話が早い。スクルージは密かにうなずいたそうあのでっかいやつだまだぶら下がってるよそうかスクルージは勢い込んだあれを買っておいで嘘ばっかり少年は甲高い声を発した いいやいや。スクルージは言った真面目に頼んでいるんだここへ届けてくれれば配達先を知らせる店の人を連れておいで1シリングお立ちんをやろう店の人を連れて5分以内で戻ったら半クラウンだ少年は鉄砲玉のように駆け去った腕自慢の早打ちでもなかなかこうはいかなかったろう ボブ・クラチッドのところろへ届けてやろう。スクルージは手をすり合わせて一人笑いした無名の届け物だ七面鳥はタイニーティムの倍はあるジョー・ミラーの笑い話にもこれほど愉快な話はないだろう手が震えて血が踊るのはどうにも仕方なかったがとにもかくにも届け先を書きつけて玄関に寄り 鳥屋が来るのを待つうちに、ふとドアノッカーが目についた。これは生涯の宝物だ。スクルージはノッカーを撫でさすった。今までまともに見もしなかったが、こうしてみるとなかなか風格があるな。いいノッカーだ。おお、七面鳥が来たぞ。いやご苦労さん。メリークリスマス。 そそれはそれはは見事な七面鳥だった。こうまるまると太っていては足が重さに耐えかねてたちまちろうそくのように折れてしまうのではないかと心配なほどであるいやキャムデンタウンまでこれを担いでいくのは無理だスクルージは言った馬車で行きなさい スクルージはよかいげにクックとのどをならして笑いながら七面鳥の代金を払い馬車賃を払い少年に約束の打賃を渡したがなおも込み上げる笑いをこらえかねついには椅子にへだれ込んで笑って笑って泣き出したこのありさまで顔を当たるには何も踊りながらではなくとも最新の注意を要したか 万一手元が狂って鼻の頭をそぎ落としたにしても絆創膏を貼ればそれで十分という気分だった一丁羅にめかし込んで町へ出た現在のクリスマスの霊と一緒に歩いた時と同じように通りには人があふれていた後ろ手をしてどこへ急ぐでもないスクルージは 満面に気色を浮かべて人の波を打ち眺めたそのいかにも楽しげな様子を見てお祭り気分の何人かは声をかけずにいられなかったほどであるおはようございます。メリリークリスマス。マ後にスクルージは何かと嬉しい声を聞いた中であの時行きずりの人々から受けた挨拶ほど。 耳に快い声はなかったとよく人に話したほどなく向こうから見覚えのある顔がやってきた前の日事務所を訪れて「こちらスクルージマーリー紹介ですね」と言ったあの滑覆のいい年配紳士だった「スクルージはここであったら相手は何と思うだろうかと罰の悪い気がしたが」 とっさに曲がる角もなく、そのまままっすぐ行くしかない。これはこれは。覚悟を決めると足を早めて年配紳士の手を取った。お元気ですか。昨日はあれからうまいこと行きましたか。手前どもにもお寄りくださって恐縮です。クリスマスおめでとうございます。 スクルージさんでいらっしゃいますね。はい、はい、スクルージです。あまりよく思われてはいないでしょうが、一つお願いがありましてね。お聞きいただけたら。スクルージは何やら耳打ちした。それはまた。年配人士は仰天して裏声を発した。あのスクルージさん、あなた、 本当にお願いです。スクルージは真顔で言った。コイン一枚引くようなことはしません。これまでの見払い分も含めてです。私の気持ちですから。お聞き届け願いますかなんともはや。紳士はスクルージの手を握りしめた。 そんなにまでしていただいては、お礼の申しようも。あ,あ何もおっしゃらずに。スクルージは相手を遮った。どうぞ、いらっしゃってください。おいでいただけますね。伺いますとも。年配紳士は咲き込んでいった。すぐにも飛んでいきたい顔だった。 あありがとうございいまます。す。なたには感謝しています何度でもお礼を言いますよ。ではごきげんよう。教会に参拝して帰る道すがら行き交う人々を眺めやり子供の頭をなで物乞いに声をかけた立ち並ぶ人家の窓から厨房や居間を覗いた何をしても愉快この上なかった。 ただ街を歩くことがほんのちょっとしたことがこれほどの喜びをもたらすとは今の今まで夢にも知らなかった午後スクルージは思い立っておいを訪ねたどうも気遅れがして家の前を何度も行ったり来たりしたがついに意を決してドアをたたいたご主人はお宅かな スクルージは言った。出迎えた小間遣いがまた可愛らしいいい子だった。はい、おいでです。で、どこに食堂に奥様とご一緒で。どうぞお入りください。ご案内いたしますから。ありがとう。いや、いいんだ。知った仲だから。 スクルージはすででに食堂ののドアの取っ手をつかんでいた。なならら遠慮なく入れてもらうよ。スクルージはそっと取っ手を回してドアの陰か,から顔をのぞかせたテーブルにとりどりの料理が山盛りだった老いの言う近頃の若い奥さん方はこういうことにえらく気を使い手落ちがあってはいけないと。 神経を尖らせているフレッドスクルージは呼びかけたおいの妻すなわちスクルージの義理の姪は飛び上がって驚いたスクルージは迂かにも姪が片隅で足の世帯に足を投げ出していることに気づかなかった気がついていれば不用意に声をかけることもなかったはずである いやこれはこれはフレッドはトは頓強な声を上げたまさかそのまさかの私だよおじのスクルージだ食事を呼ばれに来た仲間に入れてもらえるかなフレットようこそおいはスクルージの手を力いっぱい握りしめてちぎれるほど揺さぶった 肩が抜けなかったのは幸いだったスクルージはたちどころに打ちとけたこれほど嬉しいことはないメイも嬉しそうだった続いてやってきたトッパーもメイの太った妹も集まった顔ぶれの誰も彼もが嬉しく楽しく幸せに輝いていた共演は盛り上がった 歌ももゲームも楽しかった。何よりもみんなの心が一つになっているところが素晴らしい。私服とはこれだった。翌朝スクルージは早めに出勤した。早めどころか夜明けとともにとでも言わないことには謝りだろう。何としても先にいて後から来るオブ・グラチットを迎えてやろうと。 思い詰めていたのである実際スクルージは早々と席について待ち受けた時計がくじを打ったボブはまだ来ない15分過ぎてもまだ来ない定時に遅れること18分ようやくボブはやってきた スクルージはボブが風呂桶のような小部屋に駆け込むのを見逃すまいと、境の戸を開け放っていた。ボブは部屋の外で帽子と襟巻きを取り、そそくさとデスクに向かうと、遅れを取り戻そうとする態度でペンを走らせた。おいスクルージは精一杯普段と変わらないふりを装って、 に「こもっていってた。こんな時間に出てくるとはどういうつもりだ?」「申し訳ありません」「ボブは口ごもった。ついつい遅くなりまして」「遅くなりまして?」「スクルージは突っかかった」「ああずいぶん遅いなちょっとこっちへ来てくれ」 年にたったっ一度のことでボブは不動家のような部屋から出て言い訳した「これからは気をつけます昨日は少々浮かれたものですからそこで君に言いたいことがある」「スクルージは声を落とした。もう我慢がならないこういうことはやめにしたい」 そのためにスクルージュはいきなり立ってボブの胸ぐらをこづいた不意を食らってボブは風呂桶のような小部屋へ後ずさりによろけ込んだそのために君の給料を上げてやろうと思うボブは震えながら定規の置いてあるデスクに寄って いざとなったらスクルージを殴り倒して押さえつけ窓から助けを呼んで凶暴な犯人に着せる拘束服を頼もうというとっさの覚悟だったクリスマスおめでとうボブスクルージは誤解されようはずのない真面目な顔でボブの背中をたたいたメリークリスマスボブ。 長いこと苦労をかけたな。これまでの何倍も礼を言うよ。君の給料も上げるし家の事情についても相談に乗ろう。今日の午後にでも赤ワインを温めてクリスマスを祝いながら君の話を聞こうか。ボブ火を起こせ。こまごました仕事はいいから新しい石炭入れを買ってこい。ボブ・クラチット。 スクルージは口で言った以上に多くを行動で示したそうなると親切は至れり尽くせりだった実際は元気で生きていたタイニーティムのためにスクルージは第二の父親となりさらには周囲から慕われる良き友良き商売相手良き先立ちとなったロンドンは言うに及ばず どこの町や村、軍、州、果ては広い世界を見渡しても、スクルージほどの好人物がおいそれといるものではない。一部ではこの変貌を笑ったが、当のスクルージは、笑わば笑え、とどこ吹く風だった。世の中何事も、はじめは人からさんざん笑われずには済まないことを。 知っていたためであるおまけに人を笑うのは理解の不足であって自分の無知を棚にあげて笑うことの方が見苦しいことを思えば何と言われようと痛くも痒くもないだがそんなことには関わりなくスクルージの心が笑っているスクルージにしてみればそれが何よりだった 以後、精霊との交わりはなかったがスクルージは節約の心でつつましく生涯を送ったクリスマスの精神を本当に知る人がもしいるならばそれはスクルージだとはもっぱらの評判だった世の人すべてについて同じことが言えたらどんなにいいか知れない タイニーティムに倣って隅から隅までび人に神の恵みを祈りたい」。